はい、皆さんこんにちは、スマカシと申します。今回はこちらのガンゾの新ブライドルレザーの2つ折り財布をご紹介いたします。この動画では2年間使ったエイジングの様子や収納力、簡単なケアの方法についてお伝えいたします。それでは今回もよろしくお願いいたします。皆さん、ガンゾの財布はお好きでしょうか？こちらの財布はガンゾの財布の中でも特に人気の高い新ブライドルシリーズの小銭入れ付き2つ折り財布となっております。外側には堅牢なブライドルレザー、内側にはミネルバボックスが使用してありますので、2パターンの経年変化を楽しむことができます。この外側に使われておりますブライドルレザー、革好きの方ならご存知だと思いますが、このブライドルという言葉は馬の手綱を指す言葉となっておりまして、もともと馬具として使用される用途で作られた革ですので、丈夫で堅牢な革として知られております。作る過程においてローと動物の油を混ぜ合わせ調合されたブライドルグリースと呼ばれる油に5ヶ月から1年ほど漬け込んで作られることになります。まあ、そのためオイルが内部までしっかりと染み込んでいますので、水分や傷にも強く、ケア次第では何十年も使用していける革に仕上がるということです。ただし作り上げるまでに時間がかかりますし、職人の技術も求められますので、その分お値段も少し上がってしまうということです。そしてこの内側に使われておりますミネルバボックス、こちらは最初は肌色のような状態ですけど、徐々にこのような飴色へと変化していきます。詳しい情報は私が以前出した動画をどうぞ参考になさってください。ではこれからエイジングの様子を見ていきたいと思います。こちらのブライドルレザー、新品の状態ですと内部の油が表面に現れるブルームと呼ばれる白い粉のようなものが表面に付着しているのですが、使っていくうちにブルームが徐々に取れてきて、このようにコードバンのようなツヤが出てくることになります。そしてこの深みのあるダークネイビー、これはネイビー好きの私にはたまらない色合いとなっております。そして内部もいい感じに飴色にエイジングしてきております。こういうところどころ色が変化している部分もありますが、こういう部分も結構味になって、個人的にはいい感じにエイジングしているのではないかと感じます。そしてこのガンゾのすごいところはやっぱり職人の技術の高さだと思います。縫製を見ていきますと、2年間ガシガシ何も気にせず使っているにもかかわらず、このように糸がほつれかけているところ、実際に糸がほつれているところは一箇所もないという感じです。また小銭入れのホックなんかもすごく綺麗な状態で、開け閉めもスムーズに行うことができます。そして注目すべきなのはやはりこの小刃の部分だと思います。同じく2年間ほど使っております私の2つ折り財布ですと、小刃が剥げてしまい、見た目があまり綺麗ではない状態になってしまいます。それに対してこちらガンゾの財布は新品の時と変わらず、小刃がツヤツヤしていて、小刃が割れたり剥がれたりする気配は一切ありません。さすがはメイドインジャパン、ガンゾの財布だという感じです。
習能力に関しましては、こちらにカードポケットが4つ、そして左右に1つずつと計6箇所カードを収納するスペースが設けられています。まあ、最初のうちはかなり硬くて収納するのは大変なんですけども、2年ほど使っていきますとカードポケットもスムーズに出し入れすることができるようになります。そして小銭入れの方もスペースが2つ設けられていまして、小銭の種類によって分けたり鍵を入れて使ったりすることもできます。またお札入れの方も2つありますので、こちらもお札の種類によって分けたり、レシートや領収書入れとして片方を活用したりすることができます。まさに王道の2つ折り財布というデザインとなっております。では最後にこちらお手入れ方法について簡単にご説明いたします。こちらのブライドルレザーは基本的にオイルがたっぷり含まれた革ですので、購入から半年くらいは馬毛ブラシでブラッシングしたり、布で表面の汚れを拭き取る程度でケアは十分です。逆に新品の状態で過剰にクリームを塗りすぎてしまいますと上手にエイジングしない原因になりますので、どうぞご注意なさってください。実際この財布のように、このように表面が少し乾いてきたなと見て分かるようになって初めてクリームを使ってケアしてあげることができます。使うクリームに関してですが、元祖の場合ブライドルレザー専用に調合されたクリームが売ってありますので、できればそちらを使ってメンテナンスしていくことが推奨されています。私の場合持っていませんので、今回は元祖のコードバン専用クリームを使ってケアしていきたいと思います。水分を見ていきますと、上からカルナバワックス、モルタンワックス、パラフィンワックス、フォーバーオイルとなっておりますので、ほぼこちら油にできていることがわかります。コードバンは水分を嫌いますので、まさにコードバン専用に作られたクリームだということです。こちらのデリケートクリームと比べてみますと、こちらは水分が多めですのでかなりトロッとしたクリームになっているのに対して、こちらのコードバン専用クリームはまさにクリームといった感じで油分多めのニベアのような見た目をしております。では実際にケアを行っていきたいと思います。まずこちらの馬毛ブラシで表面の汚れを落としていきます。次にクリームを少量手に取りまして表面に塗布していきます。そして毛の固めな馬毛ブラシを使ってクリームを内部に押し込めていきます。最後にこちらのグローブを使って表面に残ったクリームを拭っていきます。いかがだったでしょうか。たった数分のお手入れでかなりツヤが出てきております。クリームの成分によってツヤの出方などもいろいろと異なりますので、そこまで高いものではありませんので、
いろいろとクリームも買って試してみるのも面白いんではないかと思います。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメントなどいただけますと非常に励みになります。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。